こんにちは、手相メンタリスト高海と申します。手相知識を使いながら心が軽くなる配信を目指しております。 YouTube チャンネル登録者10万人を目指して日々発信させていただいております。いつもご覧になっている方ありがとうございます。登録がまだお済みでない方、ぜひお力を貸していただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。手相をご自分で見るときのポイントとして、ハンドクリームを塗ってから見るようにしてみてください。しっかり塗り込んであるとツヤが出て視野を判別しやすいからです。また手相は左手右手どちらで見た方が正解ですかという質問をよくいただきます。僕個人の意見としましては、どちらの手で見ていただいても構いません。どちらか基準が欲しいというのであれば、とりあえずは左手で見るようにしてみてください。その理由については以前配信した動画で詳しく解説させていただいていますので、概要欄にそちらの動画のリンクを貼っておきます。もし興味ある方がいらっしゃいましたら見てみてください。それでは解説に移っていきます。本日は仕事運が高い時に出る手相6選というテーマでお話しさせていただこうと思います。今日紹介する相は割と出たり消えたりが激しい線になります。今日紹介する相が一つでもある人は、現在ビジネス運が上がっているということが言えそうです。現在の仕事運が気になるという方はぜひ最後までお付き合いいただければと思います。まず一つ目はソロモンの輪の持ち主です。人差し指の付け根を半円で囲む線をソロモンの輪と呼びます。古代イスラエルの王ソロモン王が由来となっているこの層ですが、ソロモン王は神の加護に例えられるほど強い強運の持ち主だったと言われています。この層を持っている、もしくは最近出てきたという方は、近い将来願いや夢が叶うとされます。地道な努力をしていた人はそれが成就する予兆です。仕事運はかなり高まってきていると言えるでしょう。ビジネスシーンでは進むべきか退くべきか判断に迷う重大な局面がよく訪れると思います。この線が出ている時は自分の考えをとにかく信じて決断してみることがいいでしょう。頭脳明晰で志も高く、その上リーダーシップもあるタイプなので、ゆくゆくは頂点に立つポジションに立っていけるでしょう。二つ目は人差し指の下縦に落ちる線、甲状腺が2本で現れる方です。この線が出ている人は常に向上心を持ち、努力を重ねて目標や理想とする自分を手に入れられる頑張り屋とされます。濃ければ濃いほど現在の仕事運が非常に高まっているということが言えそうです。どちらかというと雇われるよりも雇う側に回った方が成功しやすいという運を持ちます。独立心や意志の強さがあり、自己管理能力も高い人です。この線は非常に変わりやすく、濃い時もあれば薄い時もあります。濃くはっきりと出ている人ほど強いパワーを発揮できます。本人のその時の心がけ次第で濃さが変わるので、仕事運のバロメーターとして使っていただけると思います。次は運命線の一種になるのですが、親指側の付け根あたりから中指下へかけてカーブを描きながら上昇する線の持ち主です。この層は天性の話術の持ち主とされ、プレゼン能力が高い人に現れるとされます。接客や営業を得意とする人のほか、トークを得意とする芸人や演説の上手な政治家などにも多く刻まれるとされます。もしこの線の持ち主で人と話すのが苦手だと思っているような方がいるのであれば、人前で話すような機会があればどんどん前に出ていくといいでしょう。経験を積むうちにトークの才能がさらに開花して、話し上手の人になれるはずです。強い説得力が出てくるので、ビジネスの場面で強力な武器になっていくでしょう。4つ目は感情線上の薬指の下あたりにですね、2、3個の丸のような楕円のようなものが現れる人です。この層がある人は人の心をつかむ天性の才能があると言えます。営業や接客の場面では大いに力を発揮できる人だと言えるでしょう。また人の特性を見抜く力にも優れています。頭の回転も速いため相手が望む答えを返せるでしょう。物事を俯瞰的に捉える能力を生かして大いに出世できるはずです。この層が出ている場合は自分の直感を信じて思いやりを持って相手に接していくことで、どんどん信頼が高まっていて仕事運も向上していくでしょう。5つ目は人差し指の下から小指へ向かって伸びる線、頭脳線上に複数の視線が現れる方です。この層は世渡りが上手な人に現れるとされ、目上の人が考えていることを察して期待に応えられる人だと言えます。この層の持ち主は世の中でうまく生き抜くための力や、そのために必要な頭の回転の速さや社交性を持っている人とも言えます。どんなところにも溶け込める順応性があり、空気が読める人だと周りから思われているでしょう。この線が現在あるのであれば、コミュニケーション能力は現在高まっています。会社などではきっといい人間関係を築けていると考えられます。次は金星体と呼ばれる親指の付け根付近の膨らみに横線が複数現れる人です。
この層の持ち主は頼りがいがある人で、人情味があり周囲の人を引っ張っていける人です。義理人情にも厚く面倒見のいい人だとも言えます。困っている人を見ると放っておけずについ助けてしまうほど愛情深いタイプでもあるでしょう。その結果、部下や後輩、周囲の人から信頼を集めています。リーダーシップをどんどん発揮していくことで仕事運がますます高まっていくと考えられます。これで本日の鑑定解説動画は終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。オンライン手相鑑定も販売しております。鑑定の内容としては、動画でお伝えしているような資質を一人一人の方に寄り添うような形で文章にしてお伝えさせていただいています。その際は悩みや質問なども受け付けております。ぜひ興味ある方は概要欄より覗いてみてください。ご視聴ありがとうございました。